グリコという遊びを知っているのかという話題が出たと思います。答えは知っているです。私はピッチピチの JK かっこわらですが、本当ピッチピチの JK そんなこと言わないよ。ですが最近も友達とやりました。そこで相田さんに質問です。逆にこれは若い人知らないだろうという遊びもありますか？何よ、私もまだちょっと若いんですけど私も若い方に入れて。なんだろうね、何から始まるリズムに合わせてとか、知ってます？知ってる？みんな。最近の高校生とか中学生とかはやってるイメージあんまないです。あと、あれ、指すま1とか、1とか2とか抜けてくやつ。でもこれって、いろんな言い方あるよね。チッチーのチとか、いろんなパターンありますよね。やってんのかな？今の人も。あとなんかあったかな？タケノコニョッキは、ちょっと古くないですか？なんか古い、なんか合コンとかでなんかみんなやってるイメージ、いや、私は行ったことないけど、タケノコニョッキはの、その中でもちょっと古いな。私たちが学生の時も、やってなかったかな。もうちょっと上じゃないかな。ありがとうございます。ということで続いて、皆さんたくさんのメールありがとうございました。これからもたくさんお待ちしております。